県の姉妹校であるポーツマス高等学校が交流語学研修のため日南市を訪れ、歓迎交流会が4月22日に日南学園でありました。訪れたのはポーツマス高等学校の生徒8人と先生3人です。日南学園の生徒代表が英語で歓迎の言葉を述べました。 Enjoy your stay at 日南学園。 We are very happy to be your sister school. Thank you for coming to visit us. これに対しポーツマス高等学校のアンジェリーナ・フェラーリさんが挨拶。 We are very happy that 日南学園 is our sister school. When we return to Portsmouth, we will tell our family and friends what we have seen during our stay.そして日南学園から記念品と花束が贈呈され、ポーツマス高等学校からはプレートが贈られました。この後ジェフリー・コリンズ校長から野球部のキャプテンにポーツマス高等学校野球チームのキャップが贈呈され、ポーツマス高校も応援しているので優勝してくださいと激励を受けました。交流会では合唱や吹奏楽部による演奏、郷土芸能などで交流を深めていました。1985年9月に日南市とポーツマス市が姉妹都市であることから始まった交流語学研修は毎年行われています。歓迎交流会が終わり、生徒たちは英語と音楽の授業に参加し、23日には京都へ向かう予定です。